はい、皆さんこんにちは。写真家の熊切大輔でございます。今回は、藤里一郎君の、写真展にお邪魔したいと思います。さあ、早速スタンバっていただいておりますので、カメラをそちらに向けましょう。一郎ちゃん、まあ、時藤里一郎君って言ったよね。先輩面するんですよ。そうなんですよ、ね、ついつい ね先輩藤里一郎です。はい、あと、今回、車体シリーズのね、今回これ25って読んでいいのかな、はい、25ですね。ずっと一郎さんと20歳からやらせていただいているシリーズで、はい、鎌滝恵里と申します。鎌滝ちゃん素晴らしいですね。今回だから5回目5回目ですよね、5年目、の作品ということで、はい、ちょっと作品はね、まあ、皆さん会場に来て見ていただくということで、はい、今回はちょっとインタビューということで、どんな写真展ですか。あ、今言っちゃったね。でもほとんどね、20歳から今で5年目で、毎年ずっと追って撮っていただいてて、今までは本当1年かけてとかすごい時間をかけて撮っていただいてたんですけど、今年はすごい短い時間で撮ってますね。で、今までとちょっと感じも違って、同じステーションで撮ってたりとかして、カメラもね、またかなり高精細なものを撮ってたりとか、なのでぜひ見ていただければと思います。よくできました。ね、完璧な完璧な説明ですね。本当に本当に。モノクロですね。今年が初めて。はい、あ、初モノクロ。そう、初モノクロ。オールモノクロは初です、ね。そっか、一部モノクロはあったのかな。うん、そうね。はいはいはい。そしてやっぱりだから、その大型にね、はい、プリントしたこの質感描写、ここもちょっと楽しみにしてほしいところですね。はい、そうですね。うん、はい、ラムダプリントのバラ板でプリントをしているので、はい、結構楽しめると思います。わかりました。はい、そして、藤里には珍しく、富士フィルム GFX を使用しておりまして、うん、非常にこう僕の整理に合わない、使いにくいカメラなんですけど、それが今回のコンセプトにはぴったりだったかなと思っています。はいはい、楽しみですね、これね、はい、皆さん来ていただきたい。いつまででしたっけ。今週いっぱい3月の7日、うん、日曜日まで、はい、はい、最終日は17時までです。はい、ということで皆さんね、これあの表参道じゃない、外苑前のナインギャラリーで開催中でございます ね、ということで、はい、じゃあお二人のね素晴らしい作品ぜひ見ていただきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。またねー。